24時間歩き続ける雪を食べる妻を、行ってらっしゃい。すでに夫はいない。クレイシー保育園。どうも、アニマル兄貴です。今日はですね、皇帝ペンギンの過酷すぎる子育てについて紹介していきます。いやー、本当にね、皇帝ペンギンの子育ては壮絶で、なんでね、そんな壮絶な子育てをするのかっていうところに、実はヒナへのすごく深い愛情っていうのが隠れてるので、今日は迫っていきたいと思います。では始めます。まずはですね、皇帝ペンギンがどういう鳥なのかっていうところを簡単に紹介したいと思います。皇帝ペンギンは南極に住んでいる鳥になっていて、ペンギンの中ではだいたい130センチぐらいまで身長があるので、かなりね、大きい部類になってます。でね、実は潜水する能力っていうのも大変すごくて、最大水深564メートルまで潜水したっていう記録が残ってるんですね。そんなね、皇帝ペンギンたちっていうのは繁殖の時になると、海ではなく陸に繁殖の場を移すんですね。ここが本当に過酷なポイントなんですね。大体南極は3月ぐらいから本当に厳しい真冬の時期に入っていくんですね。で、その時期になっていくと、皇帝ペンギンたちっていうのは1万羽ぐらいの本当に大きな集団で内陸を目指してみんなでとことこ歩いていくんですね。で、大体その距離がね、最低でも50キロぐらい。で、マックスだとね、100キロぐらいあるってことで、人間で換算するとね、24時間歩き続けるぐらい、結構遠い距離ですね。ペンギンたちはあのよちよち歩きで歩くっていうことなんで、大体1ヶ月とか2ヶ月とか、そのぐらいずっと何も飲まず食わずで歩いていくってことなんですね。いやーもうこれだけでも過酷ですね。でね、やっと繁殖をするための場所に100キロぐらい歩いてたどり着いた。そうなると、次にね、自分のお嫁さん候補、お婿さん候補っていうのをね、見つけていくわけですね。で、だいたい1万羽の中で、オスとメスがね、こう、合コンみたいな感じでね、たくさんいるんですね。そこでね、泣き声のラブソング歌ってみたりとか、なんかね、特徴的なんですけど、こう、お辞儀をね、両者でし合ってね、結ばれたりとか、そんな感じでね、皇帝ペンギンたちは自分の妻、夫、候補っていうのを選んでいくわけですね。で、だいたい5月とか6月ぐらいに入ると、そのパートナー同士で卵を1つ身ごもるわけですね。それでね、その大切な1つの卵っていうのをね、これから育っていくっていうわけです。で、皇帝ペンギンたちは面白くて、メスが産んだ卵っていうのをオスに渡すんですね。で、実はここが過酷なポイントの1つ目なんですよ。ね、周りの状況を想像してほしいんですけど、もう真冬っていうところでね、マイナス60度のブリザードがね、もう吹きすさぶ中ね、一面銀世界っていうところで、もう本当にね、自分たちが死ぬんじゃないかっていうぐらいの寒い中で、卵をオスにパスしていくわけです。この卵を渡すときに、卵がちょっとでも地面に触れちゃうと、一瞬で凍りついてしまうわけです。なので、メスとオスが向かい合って、もう足と足をくっつけ合ってね、卵が絶対に落ちないように、オスにパスをするわけです。でね、実はやっぱりここで、卵をもし落としちゃったりすると、そこでもう、終わりっていうことなんですね。なので一生懸命オスとメスは息を合わせてせーので卵をパスするわけですね。でね、やっとそれが成功するとオスたちっていうのはね、抱卵嚢っていう足の上にある卵を温めるためのこうダルンダルンのこう皮膚の皮みたいなのがあるんですね。まあ人間でいうこう毛布みたいなもんですよね。でそれで卵を必死に温めるわけです。でね、オスたちはね、パスされて大切な卵なんで、これを絶対に下に落としたりとか、冷ましちゃいけないっていうのでね、一生懸命温めるんですね。で、そのタイミングでメスたちは、ヒナがね、生まれた時に、ちゃんとね、餌が食べれるように、ちょっと私、海まで行って餌取ってくるよっていうので、メスはそこから旅立っていくんですね。なので、オスは、奥さん、ヒナのために餌をしっかり取ってきてくれ。プラスね、奥さんも一生懸命頑張ってくれたんだから、エネルギーたくさん補給してきてよっていうのでね、オスはね、ブリザードを吹きすさぶ中ね、妻を、行ってらっしゃい。っていう風に見送るわけです。いやなんかちょっとねドキドキですよね。でね、だいたい帰ってくるまでね1ヶ月ぐらいかかるんですね。妻っていうのはね、海までヒナのためだ、私も栄養つけなきゃっていうのでね、一生懸命よちよち歩きしたり、お腹でね滑っていったりとかしながらね、海に向かっていくわけです。いやけども本当にね、海から内陸に行くまでね、そもそも2ヶ月ぐらい歩き通しなので、めちゃくちゃクタクタなわけですよ。なのでね、最後の力を振り絞ってやっと海に妻は着くわけです。でそうなるとね、そこでたくさんオキアミとかそういうような餌を胃の中に蓄えて、オスの元にメスは向かうと。でね、オスたちっていうのは2ヶ月間ずっと飲まず食わず卵を温め続けるんですね。唯一食べれるとしたら、ふぶいてくる雪を食べるんですね。その雪を、まあ、水分補給ぐらいですよね。そんな感じで食べて2ヶ月間絶食するんです。だからね、オスたちは計移動の2ヶ月、卵を温める2ヶ月っていうところでね、4ヶ月間の間ずっと立ちっぱで雪だけ食べながらね、温めるんです。ここで一つ面白い生態があって、ハドルっていうなんかおしくらまんじゅうみたいなことをやるんですね。でオスたちは同じね、オスたち同士ね、みんな卵を温めてるんですよ。自分の奥さんがね、みんな海に行ってるんでね、オスたち同士ね、俺ら頑張ろうぜって
卵温めとこうぜっていう風にね。でハドルというね、おしくらまんじゅうのこういう円の集団みたいなものを作って、そこでみんなでこうやってお互いに温め合いながら卵を温めるんですね。でね、このハドルというのが一番外側が風が当たるんで寒いんですね。なので定期的に一番外にいる個体っていうのが内側に入って、内側にいる個体と交代したりと、そういうことをしながら、一人だけがね寒さで凍えちゃうってことがないようにね、みんなで協力して一生懸命温め合って卵を育てていくと、そういう感じなんですね。でね、そこでやっぱりかなりのエネルギーを使ってしまうので、体重もね半分ぐらいまでしてしまうんですね。8月ぐらいになると送り出した奥さんっていうのが餌をたっぷり蓄えて帰ってくるんですね。でね、ここ本当に愛のね再会っていう瞬間なんですよ。1万羽ぐらいねいるペンギンたちの中でね、メスとオスっていうのは僕ここにいるよみたいなっていうのを呼び合いながら再会していくわけです。でね、本当に切ないんですけど、中にはオスがね凍えて死んでしまって、もうすでに夫はいないとかね、ヒナは死んでしまってヒナはいないとか、逆にね送り出した奥さんがずっと帰ってこずに、そのままオスっていうのは亡くなってしまうとか、そんな感じでね、結構ここもかなり過酷なんですよね。でちょうどこの頃ヒナっていうのが生まれてくるんです。でヒナの方が先に生まれてしまうと、奥さんがまだ帰ってきてないっていうので餌が与えられないので、オスはねもう自分も死にそうっていう状況でも、ペンギンミルクというね、ヒナの餌になるようなミルクっていうのを体からこう絞り出してね、ヒナにあげるんです。そしてね、やっと巡り合えたね奥さんと夫、そしてね大切なヒナ、やっとここでね家族っていうのがこうできるわけなんですね。そこでお母さんはねヒナに対してたくさん餌をね持ってきたので、それをあげるんですね。そしたらオスっていうのは、じゃあちょっとバトンタッチで僕が次餌取ってくるから待っといてっていうのでね、ヒナを奥さんに預けて、オスが逆に海に行くんですね。でオスは海に行くと、まあ自分のエネルギー欲もありますし、ヒナのためにまた餌を取ってこいっていうところでね、奥さんと同じように餌を取って帰ってくると、そういう感じなんです。ただね、このオスが海に行くっていう時もね、オスっていうのはもう4ヶ月5ヶ月とね、餌をずっと食べてない状態なので、本当にもう死にかけみたいな状態で海に行くんですよ。だからね、夫が海に行く間にもう死んでしまうとか、逆にね弱り切ったペンギンたちっていうのを海にたどり着いたところで、天敵のねシャチとかアザラシとかそういうものがね食べたりとかね、そういうのでバトンタッチした後のオスっていうのも帰ってくるかが分かんないっていうね、本当に過酷なんですね。やっとの思いでオスたちがまた餌を取って帰ってきて、メスにねありがとうっていうところでヒナに餌をあげて、そこでまたバトンタッチをして、そういうのを繰り返しながらヒナっていうのは大切に育てられていくんですね。でね、ある程度ヒナが育ってくると、人間でいうとこ共働きみたいな感じですね。オスもメスも両方ヒナのために餌を取りに行ってっていうところで、ね、内陸の中でヒナは一人ぼっちっていう状況になるんですよ。ただね、安心してください。ヒナたちっていうのはね、クレイシという保育園があるんですね。ヒナたち同士でね、こう集まり合ったクレイシ保育園だよね。という保育園で、ヒナたちはこう暖を取ると。で、実は子育てに参加してない若いペンギンたちっていうのが、まあ、保母さんというかね、ヒナたちのお世話をちょっとやってみたりとか。そんな感じでね、ヒナっていうのは一人で一生懸命お父さんとお母さんの帰りを待つと。そういう感じなんです。でね、そういう繰り返しを経て、ヒナたちっていうのもやっと大人にどんどん近づいていくんです。でね、どん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 餌の豊富な夏に近づいていって、クレイシっていうのもどん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 ね海の方に近づいていくんですね。ずりーっとずれて、で最終的にはヒナたちっていうのは海にたどり着くことができて、そこで豊富な餌たちにありつけると。でね、実はここがなんでペンギンたちがねあんな過酷な冬に子育てをするのかっていうところにつながってるんですね。実はやっぱり大人になる成長期の子供たちっていうのは餌がたくさん必要なので、逆に言うとその時期に餌がたくさんあるように逆算しておかないといけないんですね。となると卵を過酷な真冬の時期に産んで、真冬の間親たちはまあ苦労しながらもね育ててあげることによって、ヒナがね今餌が欲しいよっていう時期をちょうど夏に合わせることができるんですね。だから親っていうのはね、子供の将来を思って最適な時期に合わせて、あえて真冬の時期に子育てをしていたっていうわけですね。いやー、なんかねペンギンのこの過酷な子育てっていうのからね、なんか親の愛とかね、やっぱり動物もね自分たちの子供っていうところにどれだけ愛情を注いでね育っているかっていうのが見えてきますよね。いやーなんかね、兄貴も今日ねこうやって紹介しながらね、なんかすごいうるっときましたよね。はい、じゃあね、またいろんな動物の生態紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とか応援よろしくお願いします。ではね、動物と人を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。